こんにちは。東京は小平市東村山市で活動しているダンスパフォーマンス集団パークと言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本日これが最終演劇になります。踊り子のみんな元気を出して最後まで思いっきり楽しみましょう。私たちは昨年イブギという曲で東日本大震災の復興に立ち向かうそんな凛とした姿を踊りで表現したいということで1年間踊り続けてきました。今年は明け頃という曲でいろんな震災が起きている中復興支援というか復興関連ということで、どんどん新しい世の中になっていくそんな思いを込めて精いっぱい踊らせていただきたいと思います。温かい声援よろしくお願いします。ダンスパフォーマンス集団パク2012負け込みの今大地の明けに染め新しい日が昇る目指すのは一筋の道。どんなに長くとも明けない夜はない。新しい未来を信じて明けぼの